ダーツで家を建てる、建てたですね。建て、過去形です。もうそろそろあれじゃないですか。ダーツで、震災橋にビルを建てた男になるんですか。もうそろそろ。そろそろビルを建てた音、まあそうですよ。もダーツがもっとねブレイクしたらね、浅田ルーペブルがでかいみたいなね。ハードの20トリプルも広いみたいなね、CM が流れるかもしれませんよね。さあナイスキープからの浅田らしくない、キープスタートですが、さあここをうまく攻めてほしいですね。でもね、これ攻め方があるんですよ、多分これね、浅田聖吾が60の時にトン80いったら多分いけないパターンなんですよね。浅田聖吾60、くしびぎずる100、浅田聖吾100、くしびぎずる121みたいな、ちょっと横ずれもしてるなみたいなのを見せつつ、ちょっとずつ点を離していくみたいな。決してスイッチを入れたら開きます。あ、いい感じです。この感じです。この感じでいきましょう。くし引き譲る。ね、ここだな。でもここは行くしかないな。ここは。ここは行くしかない。そうです。もう一本入れて。あ、地味地味ね、地味よね。ここでドーンって切ったらスイッチ入るん で、ここで上がるのが一番いいんですよね。なんかこう怒りの持っていき場がないみたいなね。ここでくじ引き選手が上がるで、なんか怒りの持っていき場がなくてクリケットにそのまま移れる感じ。やっぱそんなことできないな、やっぱ。12ですからね、6ダブル、これ結構怖いですよ。怖いですけどね、6ダブル打ち入れたら、あ、打ち入れたら3ダブルでしょ。もうその打ち入れたらもうないですからね。ダーツが簡単。さあここですね、いきなり9マークダメですよ。いきなりそうですね、この感じにいいんじゃないですか。次トリプル、これでいいんです。これでこのスタートで浅田聖吾はここで、38点ね、38点でもう一本狙うけどシングル、うわー入れちゃった。もうここ行かざるを得ない。そうですね、ここでね、さあこれでいいんです。これでこれカットしちゃうとダメなんですよね。これこの感じいいと思います。ここもそうですね、この感じで次トリプルトリプルぐらいの感じ。馬突き、これは厳しくなりましたな。もうビッグランが入りましたんでね。
いですね。さあこれで浅田聖を先行のクリケットに変わりますよね。にしたら計算外だったんでしょうね。はい、ビッグランド。完全に当たりますね。まあこうなってしまうんでしょうね、浅田聖子と対戦すると。ここに来てここ数試合でまたアベレージ上げてますもんね、だいぶ。いやーもうちょっとね、これも7点弱ぐらいあるでしょ。あ、なぜ今日か。いやーちょっともうもう手つけられんすね、これは。もう彼は出来上がってますね。